高身長で当たり負けしない強いフィジカルはさることながら、足元の高度な技術も兼ね備え、万能ストライカーと称される杉本健雄。今回はそんな杉本にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。187センチという高身長に加えて爽やかなイケメンの杉本は、多くの女性との熱愛の噂がネットで後を絶たない。2013年には週刊文春で J リーガーの深夜合コンが報道され、AKB48 の柏木由紀との関係が話題になった。次に杉本と噂されたのはまさかのタレントかつセクシー女優のアスカキララ。先日の合コンに彼女も参加しており、その翌日に杉本がツイッターである DVD にハマっていると発言したことから、ネットで予想が広まったが、後日 K-POP の DVD だったと発覚。そして3人目はモデルのみちょぱが2020年にテレビ番組で発言したことから、本人はサッカー選手から気持ち悪い DM が届いたと名前を伏せたが、牧野選手が俺はフォワードかなと予想と SNS で投稿し、なぜかネットでは杉本との声が多く上がった。あらぬ噂が立つほどのモテ男杉本だが、過去のインタビューでは女性に応援していただけるのも嬉しいですけど、男の人から言われる方が嬉しいですと正当派な回答をしている。またクリスマスは仲のいい南野選手と扇原選手と過ごしたとも。ルックスに関して申し分ない杉本だが、お金の面でも同様かもしれない。プロデビューした2010年は360万円ほどだったが、2019年の浦和レッズ時代からは大物選手の証でもある1億円の契約金をもらっている。2018年には全シーズンにセレッソで22ゴールを挙げて、得点ランキング2位の杉本に海外挑戦のチャンスがあった。スペインのヘタフェからオファーが届いたが、悩んだ末に本人曰く、ここでも成長できると思うし、自分次第でどうにでも変われると残留を決意。しかし杉本の移籍話が話題になったのはこれだけではない。2021年に浦和レッズから横浜 F マリノスに期限付き移籍するも、わずか5ヶ月で退団。そして2022年には J2 に降格したジュビロ磐田に完全移籍するや否や、レンタルで J1 の横浜 F マリノスへ移った杉本に賛否の声も。そんな杉本はどうやら高級車好きの一面もあり、何度か愛車を変えている。プロ3年目でベンツに乗り、2017年頃にはポルシェ、翌年にはフェラーリと変化し、その後はアンバサダーにも選ばれたアストンマーティンにも乗っていたそう。車好きの部分で杉本はクリームシチューに並々ならぬこだわりを持っている。所属していた川崎フロンターレの選手紹介ページで好きな食べ物の欄だけでなく、お袋の味は?と恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は?にも同様の回答をしている。そしてもう一つ杉本がサッカー以外に力を注いでいたのがオンラインサロン。月額2980円の会員制 SNS で、その内容は限定の LINE のオープンチャット、公開インスタグラムでの発信、各種イベント、オフ会など。実は現在のマルチな才能は幼少期から変わっていない。小学生の頃はバレー、空手、水泳にそろばんと習い事をたくさんやっていたが、好奇心が強くやんちゃな杉本は4年生の時にマンションの3階から転落して、息張りを80針も縫う大怪我を負った。そして1ヶ月入院した杉本は今のスタイルからは想像もつかないほど太っていたという。退院後にダイエット目的で野球を始めるつもりだったが、いとこに電話で誘われたことがきっかけでサッカーを始めた。運動する楽しさを覚えた杉本少年は、小学校高学年になると元日本代表のラモス・ルイが立ち上げた FC ルイ・ラモス・ビジェットに入団。本格的にサッカーの練習に打ち込み始めた。しかし当時 FC ルイ・ラモス・ビジェットの監督であるキム・サイクは厳しく、杉本は練習中に何度も怒られた。サッカーが嫌いになった杉本はある時、母親にお願いして休みの電話を入れてもらったが、監督からはダメです、一回連れてきてくださいとの徹底ぶりだった。そんな鬼監督のもと、杉本は朝から晩までサッカーに明け暮れる日々を送り、中学生に上がると地元で強かったガンバ大阪のジュニアユースに入ることを望んだ。ところが監督からはお前はセレッソに行けと言われ、二つ返事でそのままセレッソのユースに入団したそう。中学生時代は身長も伸びたことでフィジカルも強くなった杉本は次第に頭角を現し、各年代の代表に名を連ねるほどに。杉本は後にでかいだけでめちゃくちゃ下手でしたよと振り返っている。代表に選ばれながらも満足することなく努力でし続けていたのは、子供の頃から父親にサッカーで一番になれ、一番になれたら勉強せんでいいと言われて育ったからだろう、自分も子供ができたら絶対そう言うと話すほど杉本に影響を与えた。サッカー選手を目指して頑張っていたが、杉本が衝撃を受けたのが中学1年生で呼ばれたジュニアユース代表合宿。そこで初めて宇佐美隆、宮市亮、高木義明といった才能を持った選手たちと顔を合わせ、あまりのレベルの高さに目を疑うほどだったそう。あまりのレベル差に落胆したかと思いきや、杉本は彼らに追いつくために人一倍練習に精を出すようになったという。当時のセレッソ大阪のユースには先輩に柿谷陽一郎、山口穂谷、扇原貴弘が、下の台には南野匠がおり、その名だたる選手の中で杉本は足元を中心に磨きをかけていく。そして高校2年生の時にはクラブユース選手権で優勝を果たした。杉本は扇原選手とセンターバックコンビとして出場していたが、準々決勝の延長戦ではフォワードとしてプレーし、決勝点も挙げ大会 MVP に輝いた。2010年、これまでの活躍が評価されてセレッソ大阪とプロ契約を結んだ杉本。本人は絶対にプロになると信じていたらしく、プロになりたいというよりはなれるもんやと思っていたんですよ、絶対になれると思っていたほどだった。プロになった翌年の2011年にはセレッソでリーグ戦15試合で2ゴールを挙げた杉本は、出場機会を求めて期限付き移籍で東京ベルギーへ。移籍先の監督は川勝義和さんで、ギム監督と同じぐらい厳しかったらしいが、その中に愛情もあったそう。東京ベルギーではわずか4ヶ月間だったが、しっかりと結果を残し、2012年のロンドンオリンピックに最年少の19歳で招集された杉本。けれど本人は選ばれると思っていなかったらしく、メンバー発表の際に寝ていた杉本には代理人から電話の嵐があったとか。
杉本が再び戻ってきた時、テレス大阪は元ワールドカップ得点王のフォルランや柿谷選手などを擁する注目チームだったが、本人を含めて結果を残せず、杉本は初めての J2 への降格を味わうことに。そんな杉本の元へ川崎フロンターレからオファーが届く。愛する地元クラブへの残留か移籍かで悩んだそうだが、より厳しい環境で自分を成長させたい気持ちと、幼い頃から憧れていた大久保嘉人選手がいたことから移籍を決意したそう。2013年のプレシーズン、テレス大阪とマンチェスターユナイテッドでの試合で先発出場した杉本。プレミアリーグの強靭なディフェンダーをものともせず、左足でゴールを決め、その活躍をモイーズ監督に称賛された。テレス大阪のユース上がりで、杉本を小学校から知っている扇原貴弘選手。扇原は一つ上の先輩だが、以前のインタビューで、扇原と呼ばれています。そう呼ぶのは彼だけです。後輩という感覚はないと思います。と、上下関係がないことを打ち明けていた。そんな荻原選手を杉本はいじっているようで、2013年に投稿したブログ1日では、練習後に2人で韓国料理を食べに行ったと報告。続けて、絶対笑ったらあかんで、と前置きし、サングラスを逆にかけた荻原選手の写真を載せている。杉本のお茶目な一面は他にもあり、2017年に自身のインスタグラムでブラジリアンワックスに挑戦した様子を投稿。他の選手に抑えられながら、杉本は痛みに耐えられず絶叫するも、棒を鼻に突っ込まれてもイケメンだった。2021年の横浜 F マリノス対清水エスパルスの試合で、チームメイト宮市亮選手が30秒のうちに2枚のイエローカードで退場。宮市は1枚目に気づいていなかったにもかかわらず、続けて提示した主審に対して杉本は激怒し、お前遊びちゃうぞと不満を打ちまける場面も。杉本はサッカーだけでなくマルチに活躍しているが、その一つとして自身の YouTube チャンネルを開設。ナイトルーティーンの動画では愛犬の散歩やフェイスパック姿など普段は見れない姿を披露した。他にも、Can You Eat というサムネの動画では、小林幸選手が支援する ING プロジェクト2020へ参加した。小林選手が育てる木漏れ日米を杉本が購入して配達するのだが、自転車に乗ったのが久々らしく、体が大きすぎて、ぎこちない乗り方に。他にも、絶対に負けられない3番勝負と題して、荻原選手とプライドと私物をかけて勝負、腕立てと体幹トレーニング、V 字腹筋の対決で2勝1分けで杉本が勝利。時計を買う動画で、サッカー選手は子供たちに夢を与える存在と話した杉本は、銀座のパテックフィリップにて高級時計を購入した。最後に、また買うシリーズしますと断言するも、視聴者から店内の商品全部買ってみたをやってください、などの要望も。ダゾーンの企画で20189のチャンピオンズリーグ決勝の結果を予想した杉本は、2対1でトッテナムが優勝すると予想し、キープレイヤーにはデレアリを選出した。試合の結果は2対0でリバプールが優勝し、残念ながら予想は当たらず。ジュビロ磐田から横浜 F マリノスへの期限付き移籍が話題になった杉本だが、インタビューではジュビロを1年で J1 に昇格させようと本気で思っていたと語った。その上で、サッカー人生は長くないのでもう一度チャレンジしたいという気持ちでマリノスへ移ったそう。強靭なフィジカルと足元の技術が売りの杉本が、フォワードとして参考にしている選手としてダゾーンの独占インタビューでレバンドフスキとイブラヒモビッチの名前を挙げた。特に動き方や動き出しのタイミング、体の使い方を学んでいるとか。海外の選手の他に、杉本が大きな影響を受けたのは、元日本代表の大久保嘉人選手。川崎時代、大久保は期待を込めて杉本に苦言を呈していたようで、2ゴールを挙げた杉本に対して、ケンユーにはずっと言っている。もっと体を張らないとダメだって、とアドバイスしている。そして杉本が日本代表に選ばれ、リーグの得点ランキング首位に並ぶゴールを決めた試合後、杉本は大久保から熱い握手をされたな、得点を、と褒められた。これで終わらず、大久保は、逃したらもうないからな、来年俺が来るから、とライバルとして煽る言葉もかけたという。杉本は YouTube の動画にて自宅を公開したが、そこで大量のスニーカーが収納された棚を披露。お気に入りのスニーカーとして、ナイキのエアジョーダン1や、ハワイのエルメスで購入した黒のスニーカーを紹介し、スニーカーへのこだわりを語る場面も。また杉本は23歳頃から食生活にも気をつけ始めたようで、動画で食べに行ったレストランでは、鶏胸肉のキムチにブロッコリー、飲み物にはプロテインバナナスムージーを選ぶなど、ヘルシーな食事に。自己管理がしっかりしている杉本かと思いきや、そうでもない場面も。浦和レッズ時代、コロナ禍の沖縄県で行われたキャンプで、ミッドフィルダー柏木雄介選手と外食に行ったとして、クラブから厳重注意を受けた。2017年の J リーグでサガン鳥栖と対戦したセレッソ大阪だが、杉本は1点ビハインドの中、2人のディフェンダーをまたぎフェイントと股抜きでかわすと、左足一閃。この華麗なゴールが長身の日本人フォワードには珍しく、まさに杉本選手らしいプレーと言えると称賛され、月間ベストゴールに選ばれた。2021年、横浜 F マリノス所属の荻原選手がインスタグラムに投稿した写真がファンの大きな反響を呼んだ。昨年末にこのメンバーで少し集まりました。と、テレス大阪アカデミー出身のフォワード柿谷陽一郎選手、ミッドフィルダー山口蛍選手、そして杉本との貴重なフォーショットを公開し、コメント欄では、なんと素晴らしく懐かしいメンバー、など、懐かしむ声も。同じセレッソユースの盟友である杉本と山口蛍選手、杉本が日本代表に初選出された時に練習をしながら、代表のフォワードにどういうことが求められているのかを伝えていきたいとサポートし、山口選手だけ選ばれた時はひよくんとケンユーの思いも背負って頑張ってこれたなと話すほどの信頼関係。杉本が小学生の時に通っていた FC ルイ・ラモス・ビジェットの鬼監督、キム・サンイク監督だが、インタビューで、ケンユには30人分の値打ちがある。だから俺はこの一人を30人分の月謝をもらったと思って教えるから、と、それで朝練を始めるようになった。と、杉本がすでに逸材だったエピソードも語っている。J リーグ初代チェアマン、日本サッカー協会会長も務めた川淵三郎さんがある日、Twitter にて、レストランで食事した後に、杉本が走って挨拶に来てくれたという出来事を投稿。席は遠く離れていたそうだから、気づかないふりをしても全く問題ないのに、好感が持てた、と言い、家族全員が杉本のファンになったとのこと。
2017年のルヴァンカップ決勝、開始すぐに先制点を決めて2対0の勝利の立役者となった杉本は、優勝の瞬間に満面の笑顔を見せつつも、今までルヴァンカップを戦ってきてくれたメンバーがベンチにも入らんと応援に来てくれてと仲間への感謝も忘れなかった。以前浦和レッズ時代に受けたインタビューで、杉本は自身のファンでアンプティサッカー日本代表の近藤碧くんとある約束をしたことを語った。それは近藤くんのユニフォームに書いたサインとともに、日本代表としてお互い世界へ羽ばたこうというメッセージだった。サッカーでは日本代表としても活躍する杉本だが、ファンを大切にしたいと始めたオンラインサロンはファンからあまり好評ではなかったらしく、フリマアプリメルカリでは杉本のグッズがサロンの会費と同じ2980円で販売されていたらしい。というわけで今回は杉本健雄選手にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。